もこんにちは、比較ゲームズです。今日もですね、ニンニンバープリン2020最新ようやっていきたいなと思います。ちょっと今日はですね、ニュース的な動画になるんですけど、はい、コロナウイルスの影響でリアルのサッカーリーグが中断になってますので、はい、これがですね、ウイレアプリに及ぼす影響、今日はそんなところのお話をしていきたいなと思っておりまして、今ちょっとすごいことになってますよね。まあ皆さんの身の回りもそうだと思うんですけど、世界的にですね、コロナウイルスの流行が話題になっていて、実はですね、世界中のリアルサッカーのリーグ戦っていうのが続々と中断になっているんですよね。で、選手とか監督にも陽性反応が出ているので、まあ、正直リーグ戦の中断っていうのはやむを得ないですし、まあ、本当に人命に関わることなので、少しでも早く事態が良くなってほしいと思いつつ、これによってですね、ウイレアプリにもかなりの影響がありますので、はい、今回はそこの話をしていきたいなと思っております。で、まずはですね、現状の整理になるんですけど、これですね、3月14日の深夜2時に撮影しているので、現状この時点のデータになるっていうのは認識していただきたいんですけど、はい、こんな感じですね。はい、サッカーキングさんのツイートを引用させていただくんですけど、まあ、Jリーグ、そしてヨーロッパリーグ含めてほぼ全てのですね、リーグっていうのが中断になっております。はい、いやー、これ大変ですね。しかもリーグ戦だけじゃなくて、チャンピオンズリーグおよびヨーロッパリーグに関しても中断が確定されましたので、まあ今ヨーロッパではほぼほぼ全てのサッカーの試合が見られないという状態になってるのかなと思います。で、4年に一度のユーロにまでどうなるかっていう話まで出てきているので、はい、本当に大きな話になってきたなっていうところですね。はい、で、これによってですね、ウイアプリに何が起きるかって話なんですけど、まずは FP ガチャへの影響を見ていきたいなと思います。で、その中でもまずはリーグ戦の週間 FP に関してなんですけど、はい、これはですね、通常であれば毎週木曜日の17日に更新される、はい、あの緑色の背景のガチャですね、あれに関してなんですけど、おそらくですね、来週木曜日3月19日のタイミングから一旦中断になるのかなと思っております。なので、今来てる週間 FP ちょっと渋いって言われてるんですけど、実はあれが今月最後になる可能性っていうのがすごく高まってきたんですよね。で、実際にですね、 J リーグは少し前から延期になっているんですけど、 J リーグの POTW 週間 FP に関しても第1節以降ですね、週間の登場っていうのも停止されてますので、それと全く同じ現象が起きるんじゃないかなと思っております。で、リーグ戦がですね、一応4月頭に再開するって言ってるリーグもありますけど、まあこれどうなるかわからないので、はい、ここが再開するまではずっとこの状態が続いていくのかなと思います。なので、リーグ週間 FP に関してはほぼほぼ期待はできない状態ですね。で、次にですね、チャンピオンズリーグの週間 FP、 これに関してはですね、前回ラウンド16のファーストレグのタイミングで登場して、セカンドレグのタイミングでも登場するんじゃないかって言われていたんですが、実はですね、セカンドレグ前半と後半に分かれていて、前半はすでに全試合終わっているんですけど、後半に関しては全て延期が確定しているので、すごく中途半端な状態で中断に入ってしまったんですよね。で、来るとすればですね、前半のここに出ている4試合ですね、はい、ここから選ばれてくるって可能性はあるんですけど、いやー、どうですかね、個人的にはちょっと流れちゃう気もしてるんですよね。で、来るとしたら来週木曜日の3月19日か、本来であれば後半も全て終わったタイミングで来る予定だった3月26日、はい、このどっちかで来るとすれば来ますので、はい、まあここは一旦待ちになるのかなと思います。ただ個人的にはないんじゃないかなって思ってますね。はい、で、次に CS ガチャ、毎週月曜日に来るクラブセレクションに関してなんですけど、実はここもちょっと怪しいんですよね。で、とりあえずすでに告知されている3月16日のセルティック、ユベントス、バイエルン、チェルシー、ここに関してはですね、おそらく中止になるってことはないと思うんですけど、この後がどうなるかなんですよね。で、今のですね、バイエルンとかチェルシーもそうですけど、実は今ってマッチデイがリアルのリーグ戦だったりとかチャンピオンズリーグに合わさって登場して、そのマッチデイでピックアップされたチームがガチャで来るって流れなので、はい、基本的にはですね、リーグ戦がなくなるとこの流れがですね、一旦ストップしてしまうんですよね。で、一応ですね、 e フットボールっていうプロのゲームの大会があって、そっからもですね、2週間に1回は CS ガチャ来るんですけど、じゃあその間の穴埋めどうすんのとか、大会の時4つとか来てたけどこれ以降はどうなるのって話が当然出てくると思うんですよね。で、まあでもここに関してはクラブセレクションは一応今まではリーグ戦に合わせてたとはいえ、別にですね、そこが必須ではないので、ここで結構コナミさんは勝負してくるんじゃないかなと思ってますけどね。はい、週間はですね、さすがにリーグ戦での活躍が大前提になるので出すことできないですけど、まあクラブセレクションに関しては別にリーグ戦の活躍は関係してるわけじゃないので、はい、自由に出せることを考えると、まあ僕はここに期待していきたいなとは思いつつ、最悪の場合ですね、16日以降かなりですね、 CS ガチャの頻度が下がる可能性もあるので、はい、ここはですね、認識していただきたいなと思っております。はい、で、最後アイコニックに関しては、ここはもう一切関係ないですね。もうそういう意味でもアイコニック最強すぎるんですよね。はい、なので毎週木曜日どんどん来るんじゃないかなと思っております。てかさ、ツイッターとか見てると一部でこの状況になることを予想してアイコニック搭載した説っていうのがあって、これ本当だったらめちゃめちゃすごいですよね。そこまで意識してはないと思うんですけど、はい、とにかくアイコニックに関しては特に影響はないのかなと思っております。で、ここまでがですね、ガチャのお話ですね。で、次
次にですね、ライブアップデートに関してなんですけど、こちらもですね、おそらく来週木曜日からほぼ変更停止になるのかなと思っております。で、可能性としてはですね、2パターンあって、今週のライブアップデートがそのまま引き継ぐか、それかですね、現役選手に関しては全選手ライブアップデート C 固定になるか、はい、その2つだと思うんですけど、個人的には後者のライブアップデート C 固定だと思ってますね。まあさすがにですね、今のが引き継がれてやるっていうのもおかしな話なので、はい、C 固定だと思っていて、となるとですね、レジェンドとかアイコニックっていうのは B 固定になるので、レジェンドやアイコニックがさらに猛威を振る時代やってくるんじゃないかなと思っております。はい、でもう一個最後の話なんですけど、ユーロへの影響というところで、4年に一度のですね、ユーロが今年予定されていたんですけど、リーグ戦の中断などの影響で延期になったりとか1年後になったりとか、そんなところの噂も今飛び交ってるんですよね。で、個人的にはここはかなり残念だったな。ユーロが見たかったっていうのもそうなんですけど、今年ウイレ2020ユーロのライセンス持ってたんですよね。なのでイベントだったりとか、おそらくですね、ユーロから FP とかも来る可能性っていうのは高かったので、ここが全部ポシャってしまうのはちょっと悲しかったなと思いますね。まあただ最初にも言った通り、人間が関わってることなので、はい、ゲームなんかを優先するわけではないんですけど、まあここもちょっと暗雲立ち込めてきましたよね。まあユーロに関してはそもそも最終決定されてないので、はい、それがどうなるか次第でここもかなり変わってくるのかなと思っております。はい、というところで一旦ですね、この辺りを認識した上で今のガチャとか引くべきかって判断してもらいたいなと思ったので、ちょっと急遽動画撮影させていただきました。最後はですね、結局公式の発表待ちなので、今話した内容っていうのは基本的には予測にはなるんですけど、はい、何か分かったらツイッターで告知とかもしていきたいなと思っております。ということで今回ですね、動画以上で終了していきたいなと思います。かなりですね、なんか勉強チックというか解説チックな動画だったんですけど、楽しんでいただけたらすごく嬉しいなと思います。ではですね、今回動画以上で終了していきたいなと思います。いいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。バイバイ。久しぶりに選手のロックイズ復活していきたいなと思います。本日の選手のロックイズはこちらになります。今日はですね、ちょっと12時間も出てしまって、しかもですね、最近ハマっているからかい上手の高木さんっていう漫画があるんですけど、10冊ぐらい読んでたら10時に起きたはずなのに、いつの間にか夕方になってましたね。はい、ということでこの後のエンディングに答え書いてますので、確認してみてください。バイバイ。